近畿地方九州地方西国とは日本西部の諸地域である。現代でも使用されることが時折あり、場合により区域が異なる。歴史的には特定の区域を指すというよりも東国に対する対比として用いられた例が多い。大和王権は西日本の諸豪族とのつながりの中で形成された政権であり、 自分たちの勢力圏との対比で、東側の未開地とする地域を、東国と呼ぶ例は、比較的早くから見られるものの、大和王権と、文化的水準が禁じしていた西日本を区別する、考え方は希薄であり、西国の故障の最古の例は、日本初期、天武天皇5年4月14日上であり、これは、西海道諸国すなわち、九州を指す語であったと考えられている。 同様の意味で用いられた語には、鎮税という言葉があり、これは、藤原博次の乱によって、太財府が一時廃されて、代わりに鎮税府が設置されたことに由来する。鎌倉幕府が成立すると、当初において、自己の支配権が及んだ地域を、東国、朝廷方の太財府と幕府方の鎮税守護が、並存した九州を、西国。 朝廷の支配権が維持されていた京都を中心とした、その他の地域を、畿内金国と称した。上級の乱後、六原丹大が設置されると、その管轄下に置かれた畿内金国、鎮税を一括して、西国と呼ぶようになる。さらに、鎮税丹大の設置によって鎮税が、六原丹大の管轄から外れると、六原丹大の管轄に残されたかつての、 機内金国のことを指して、西国と呼ぶようになった。兼務の申請によって、鎌倉幕府による従来の東国、西国、鎮税に分かれていた区分体制が解体されて、以後、行政区域としての西国は消滅して、かつての西国と呼ばれた地域は、機内、鎮税とその中間に相当する中国に分けて考えられるようになった。ただし、 その後も機内異性の地域あるいは鎮税のみを漠然と最国と呼ぶ慣習があった。日本辞書では最国を九州のことと解している。戦国時代には山陽道、山陰道にあたる中国路を最国として示すこともあった。なお、古代及び近代においては海外の国々を指して最国と称する例もあった。ありがとうございます。